皆さんこんにちは。この度ミスタージャパン2021のセミファイナリストに挑戦させていただいている荏原剛康と言います。これから僕の自己 PR を質問形式でお送りしていきますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。ではレッツスタート。名前は荏原剛康と言います。1997年7月18日生まれの現在23歳です。とあと1ヶ月で24歳になります。いや、月が経つのは本当に早いものでと最近実感しております。出身は群馬県みどり市笠明町のあざみです。すごく自然や緑が豊かなところで、旧石器時代からの遺跡である岩宿遺跡というものがあります。機会がある方はぜひ一度見に来てください。現在の職業は大学3年生で、大学の方は群馬大学理工学部の化学生物科学というところに通っております。特技は自分はすごいメイクとか化粧が好きで、今もこれしてるんですけど、メイクや化粧がにハマってます。風呂上がりにはパックを毎日したり、あとは肌とかはすごくクリームとか乳液とか塗ったりしてスキンケアをしています。あとは自分は科学やクイズがすごい大好きです。クイズ番組を見ることもすごい好きで、番組とかではすごく回答者の気持ちとかにもなったりしています。好きな食べ物はフラペチーノですね。スターバックスのフラペチーノが本当好きです。特に自分がおすすめなのはキャラメルフラペチーノ。これは本当にまろやかで甘いので、ぜひ飲んだことがない方もぜひ一度飲んでみてください。血液型は AB 型で、星座はカニ座です。 178.4cm です。好きなお笑い芸人さんはやっぱりなんといってもアンガールズの田中さんです。と本当にアンガールズの田中さんは小さい頃から本当大好きで、よくテレビ番組とかでもすごい出るたびに最近は楽しみにしてます。あとジャングルポケットの斉藤さんも好きです。あとサンドイッチマンさんの伊達さんと富澤さんも好きで、サンドイッチマンさんのネタとかは本当に全部面白くて、昔も今も YouTube ですごいハマってました。好きなアイドルはやっぱりなんといっても乃木坂さん、桜坂さん、日向坂さんといった坂道シリーズの人たちは本当に大好きです。あとジャニーズさんもすごい好きで、ジャニーズさんの番組とか、あとスノーマンさんの YouTube とかもすごい好きでよく見ております。あとは最近曲聴くも光源氏さんとか少年隊さんの曲をよく聴くので、すごくそれにハマっています。やっぱり好きな YouTuber さんはゆきりんさんです。すごく同じ理工学系の大学に通われていたということもあって、すごく尊敬しておりまして、クイズ番組とか出ていらして、すごく YouTube を見させていただいてすごく好きです。そうですね、やっぱり自分はクイズ番組が大好きなので、とネプリーグさん、あと潜在能力テストさん、今夜は謎トレさん、クリームクイズミラクル9さん、あとは小学5年生より賢いの、あと Q 様とかも好きです。やっぱりクイズ番組とかすごい見るたびに楽しみで、回答者の気持ちになってよく回答したりしてます。あとは逃走中もすごい好きで、逃走中を見るたびには結構楽しみにしています。好きな女性のタイプは、そうですね、やっぱりいつもニコニコしていて明るい人が大好きですね。自分はあまり笑わないので、そういう人がすごい好きです。初恋は、そうですね、自分は19歳です。結構遅かったです。はい、初恋の人は同じ予備校に通ってた人ですね。すごくその時にすごい好きだなって思って、初めてすごく人を好きになった瞬間だったと思います。でもちょっとなんとなく終わってしまったのですが、そうですね、部活やってました。ずっと部活がすごい大変だったので、それで青春してましたね。高校は、はい、男子校です。そうですね、男の子ばっかりです。やっぱり自分の大学の先生方です。すごく大学の先生方に正しいこととかためになることとかすごい教えていただいて、すごく自分としても勉強になりました。そうですね、自分は化粧品とか好きなので、化学とか化粧品が好きなので、化粧品とかあるいは化学系の研究とか、あとはテレビとかも好きなので、メディアの仕事とかをしたいなって思っています。結構心配性な性格でして、あと緊張しやすいとこもあって、そわそわしやすいなって思います。ポケモンは本当大好きです。もう小学校高学年とちょっと遅かったんですけど、やっぱりすごいポケモンはずっとやってます。ほぼ全シリーズやってたと思います。あと昔はジャンプに
もあった家庭教ヒットマンリボンっていうアニメもすごい好きで、そのゲームとかもほぼ前作買っておりました。大学でのサークルはジャズやってます。モダンジャズ研究会に入っております。ジャズはすごい初めてで、ロックとはまた違って結構覚えるのは大変だったんですけど、結構先輩の力とかを借りして楽しくやっております。自分はやっぱ計算が好きなので、物理科学、フィジカルケミストリーとか、あとは大学の先生からいろいろお話とかいただいて、有機科学、オーガニックケミストリーもすごい好きになりました。この2つは結構得意分野というか興味のある内容が多くて、実際大学の実験でもすごくやらせていただいて、すごく勉強になる教科だと思っています。やっぱ変な人、そうですね、普段から変なとこが多いので、はい、そうですね、僕がすごく愛用しているのはやっぱハトムギの化粧水です。やっぱ100円ショップとかでもすごい買えて、すごく肌にも良くて、あと結構長い間使えるというのもあって、僕はすごいおすすめしたいと思います。ハトムギの化粧水ぜひ皆さんも使ってみてください。そうですね、なんといってもやっぱあいみょんさんですね。年齢がやっぱり近いというのもありまして、結構いい曲とか好きな曲も多くてよく聴いてました。あと星野源さんも好きで、あの最近女優の新垣結衣さんと結婚されて、すごくおめでとうございます。やっぱ星野源さんの曲とかはすごい楽しく聴かせていただいています。特に恋とドラえもんの曲が好きで、ドラえもんの曲は楽器とかでも弾いたりしてました。ちょっと自慢じゃないんですけど、科学者か哲学者だったと思います。もうちょっと天才な人だったのかなって、今があんまりそうじゃないので。ディズニーランドはそうですね、最後に行ったのは5歳とか4歳ぐらいの時だったので、もう15年以上行ってないです。まあ、機会があればぜひちょっと行ってみたいなって最近は思ってます。やっぱり暑いのがあんま好きじゃないので、やっぱ秋冬ですね。春はやっぱり1年の別れとかそういうのもあるので、なんか微妙な感じですね。やっぱ秋冬が一番好きです。はい、自分は化粧とメイクをすごい好きで、今日メイクしててすごく好きなので、このメイクとか化粧がこのチャームポイントっていうことでアピールしていきたいなって。あとはこの自分の思いをこれからまた伝えるのですが、すごいこのミスタージャパンにかける思いとかをすごく伝えていきたいなって思っています。僕自身は書類審査、それから一次審査を合格させていただいて、今回ミスタージャパン2021のセミファイナリスト兼第二次審査に挑戦させていただいてます。僕自身はミスターコンテストへのずっと憧れがおりまして、今回のチャンスは最後まで頑張り抜きたいです。今回いただいたチャンスを最後まで全力で頑張りたいです。最初はミスターコンテストへ挑戦する上で不安や葛藤などがものすごくありまして、僕自身どうしようか悩んだ時期もあったのですが、今回やらないよりはやってから後悔したいという思いのもと挑戦させていただくことになりました。また今回のコンテストは、これまで僕のことを支えてくださった友人知人、そして多くの先輩方先生方のおかげで今の自分がいるんだと思っています。今すごく頑張れているのも多くの支えてくださった方々のおかげだと思っております。そして僕自身が支えてくださった多くの方々への感謝の気持ちを忘れずに、セミファイナリストに最後まで挑戦していきたいと思っています。僕自身が大切にしていること、それはこれまでの経験を多くの人に伝えることで、多くの人に僕の思いなどを共感していただいたり、あるいは心の支えや少しでも力になりたいと思っています。僕自身も大学3年生になりまして、昨年度そして今年は新型コロナウイルスの影響で多くの人が大変な思いをしまして、僕自身もメンタルやを壊したり、いろいろ考えなければいけない時期だったと思いました。そして僕自身はいろんな不安があったのですが、僕自身多くの大学の先生方から大切なことを教えていただき、そして僕自身が今度はミスタージャパンというものを通して多くの人にこのこと、大切なことなどを伝えていきたいと思っています。また自分はクイズや化粧品、そして科学とかメイクなどもすごい好きなので、そのこともぜひミスタージャパンを通してアピールしたり伝えていきたいと思います。大学では科学とか生物の勉強や実験をしています。最後に一次審査と書類審査の合格とありがとうございました。僕自身が最後まで二次審査も全力で頑張りたいと思いますので、ぜひ最後までエバラタキャスを応援よろしくお願いします。ありがとうございました。